皆さんこんにちは、ミセスロイドです。今日ご紹介するお菓子はこちらです。チョコレートプディングです。私チョコレート好きなんですけど、なんかこれすっごい見た目が甘そうでずっと避けてたんですけど、ちょっと今回挑戦してみます。で、チョコレートプディング、これケーキじゃなくてプディングっていうのは、クリスマスプディングのようにこう材料を混ぜて蒸して作るお菓子です。で、これはイギリスで食べられるチョコレートプディングっていうのは、小麦粉と卵と入ってて、基本蒸してはいるんですけど、ケーキっぽいものらしいです。そう、イギリスやアイルランド、そしてオーストラリア、ニュージーランドなどでこのプディングは食べられています。アメリカで食べられるチョコレートプディングというのはイギリスのとは違っていて、蒸して作るんですけれども、もっとトロトロ、スターチですね、でとろみをつけたカスタード系、カスタードチョコレートで冷やして食べるものだそうです。ツーベルジアンチョコレートプディングです。で、これも前回のブレッド&バタープディングのように容器が違いますけど、これも温めて食べるデザートで、電子レンジで40から50秒もしくはオーブンで18分となってます。で、カロリーがですね、1個391、うげー高、ちょっとむっちゃ高いですね。見た目結構こってりしてますね。今回も半分冷たいまま食べて、半分温めて食べてみたいと思います。これ硬い、うお、すごい、なんかヘビーです。うわ、これ私なんか濃そう。ではいただきます。温かい方、ちょっとこっち小さすぎたけど、すごいトロトロのチョコレート、あ、確かになんかケーキっぽいけど、ケーキよりすごいなんか蜜です。中がスポンジというかもう蜜。意外に甘くないですよ。あ、意外にスポンジの部分、スポンジなじゃないけどの部分は甘くないです。すごい渋いで、
でたっぷりかかってるチョコレートソースが若干甘いけれども、これすごい渋い、美味しい、美味しいですね。あ、なんて今まで食べなかったんだろう。もう美味しい、すごいチョコレート、チョコレートですよ。美味しい。でも結構カロリーの化け物ですよね。うん、なんか純粋なチョコレートです。シンプルですね。なんか本当にチョコレートを、これはチョコレート好きにはたまらない。ただまあ甘めではありますよ。あのもちろんあの完全にブラックではないです。かといってミルクチョコレートのような甘さもないです。おいしい。どうなんだろう、ちょっとあんまりあったかくなかったかも。なんかこれはあのケーキとチョコレートブラウニーの間かなっていう、そのテキスチャーですよね。ブラウニーみたいにがっちり硬くはないけれども、かといってあのスポンジケーキみたいにあの柔らかくもない。あのブラウニー美味しいんですけど、結構ガリガリいまいち苦手なんですよ私。なのでそういう意味ではこれはちょうどいい、なんだろう、いい程よいこってりさのチョコレートって感じですよね。で冷たい方、冷たい方があのやっぱり甘さ控えめに感じますね。これはねちょっと温めた方がおいし、あのむちゃむちゃ温かくなくて、ちょっと室温程度が多分一番食べやすいんじゃないかなと思います。冷たいとちょっともうちょっと固め、うん、あの完全に温かくなくてちょっと温めた方がより美味しい感触になります、なると思います。ちょっと、うん、これはいまいちかな、冷たいままだと。なんか冷たいままだとちょっとねちゃねちゃというか歯ごたえがあんまりよろしくないです。これは、うん、温めて食べるのが正解。ごちそうさまでした。意外に美味しかった。思ったより美味しかったし、
これは温めた方が美味しい珍しいデザートかなと思いました。結構カロリーが半端ないんですけど、なんだろう、ね、あの女性陣の皆さん、たまにあのすごいチョコレートが恋しくて甘いものが食べたい時、多分これおすすめ。私はまたそういう時期が来た時に絶対リピしたいと思います。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。